走れ大飛走れ兄上おい逃がすな小娘が元気衆に立てついた愚を思い知れさせるか正義に何を血迷っての狼藉か望みの者は先刻伝えた通りだ。さあよこせ。様のような無頼の手に委ねられるものではない。生きているうちに手渡されるのも殺した死体から奪うのも俺にとっては大差ない。駅魔人満床尽滅。娘が持っているはずだ。草の根分けてでも探し出せ。ははっ。ええ畜生め、こうまで濡れたら川を泳いでんのと違いがねえぞ。おお、こいつは頂上。これ、そこな旅の人。まさかその傘を奪うつもりではあるまいな。ん？なんだよ。こいつはあんたの傘か？いいや。誰かが雨ざらしの御仏を憐れんで置いていったのだろう。つまり。粘土や木彫りならともかく、石の仏が雨に濡れても差し障りはあるまいよ。ところ。雨が嫌なら、この木陰に来るがいい。どうやら神仏を敬う心の持ち合わせはない様子だが、渡世人なら仁義ぐらいはわきまえていいよ。借りを。ああ？借りだと？そう。お前は今御仏に傘一本の借りを作ったのだ。よもや踏み倒しはするまいな。この先の旅路、誰であれ最初に出会った一人に御仏に成り代わって慈悲をかけてやれ。そう誓うな。ったく七面倒くさい野郎だぜ。ああ、わかったわかった。慈悲でも何でもくれてやるよ。必ずだぞ。妙な野郎だな。なんだよ仏の慈悲の代理ってのは。俺がそんなガラかっつうの。あの歩き方、どっか内緒を食らってんのか。おいあんた、まさか何か困っちゃいないだろうな。ああよしよし、大きなお世話ですよねっと。
つけたぞ小娘、観念せよ。なんだってんだよこんちくしょう。事情を教えてもらえんか。なんでその子は追われてる。貴様には関係ない。余計な首を突っ込むと怪我をするぞ。いや、それがだな、この先で仏様が雨ざらしになってるもんだから、まあ、俺はその娘を手助けせにゃならん。我らを元気衆とした上で邪魔立てするか。ああ、娘っ子一人を寄ってたかって追い回すような連中をこの辺りじゃ元気衆って呼ぶのかい。何、怒りなさんなよ。何分よそ者なんでな、この土地の事情には疎いのさ。だがしかし、何の言い分もなくただ怒るだけってのは、つまりお前ら筋も道理も通ってねえってことだよな。構わん、殺せ。おお、これはしたり。まさか石仏ごときに義理立てして本当に人助けをしてくるとはな。やはり真の英雄交換は見かけによらぬものらしい。んだとこら、てめえ人をからかってやがんのか。で、その娘はどうした。見たところ雪倒れというわけでもなさそうだが。ろくでなしどもが徒党組んでいたぶってやがったんだよ。確か元気衆とか名乗ってたっけな。元気衆？お前人助けのために元気衆に喧嘩を売ったのか。なんだ、この辺りじゃ名の知れた連中なのか。道理で妙な訛りがあると思っていたが、お前この国の人間ではないな。よほど長旅をしてきたと見える。まあな、ソルジェアーバーよ。待て、この娘はどうする。手当ては済ませた。ここでおとなしく寝てりゃいずれ目を覚ます。彼女は恩人の名前を知りたがると思うが。そこでずぶ濡れになってる仏様のおぼし召しだとでも伝えとけ。まったく、新人もなく定義も薄いときたか。この娘がどれほどの難儀を背負っているのか想像できんのか。ああ、お前には察しがつくってのか。口も聞いたことのねえ相手の事情とやらが。例えばこの服の柄、これはキューボの戦の深海魔界を預かる五陰士の装束だ。何かの間違いだろう。なんでそんなご大層な身分の娘っ子が
一人で夜道をうろついてるんだよ。そうとも、五陰氏の一族は聖域を一歩も離れることなく深海魔界の祭壇を守ることに生涯を費やす。それがこんな道端で野盗の群れに絡まれていたという奇妙な経緯。ただご…ああ奇妙だな。奇妙キテレツすぎてとんでもない厄介事の匂いしかしてこねえ。それこそ関わり合いになるなんてごめんだね。手負いの娘一人には背負いきれない難局だとしてもかな。うるせえな。さっきから人事みたいにすまし顔でペラペラと。情けだなんだと綺麗事を抜かすなら人を煽ってねえでてめえがこいつを助けてやれよ。すでにお前という義教心に熱い助っ人がついているのだ。私が出る幕ではあるまいよ。こんな野郎。切れ味を試してみたい。いざ。ようやく見つけたぞ。逃げおせるとでも思っていたか。ほら言わんことではない。この少女の最悪はまだ終わったわけではない。そこの貴様、妙な出来心で首を突っ込んできたという話だが、おとなしくその娘を引き渡すなら一度限りの過ちには目をつぶってやろう。君子、全くもって資源だが、いかな君子とて時には極めつけの不運に見舞われることもある。何小娘、いつの間に。おい、なんだってんだいきなり。今度こそ逃がさねえ。天行剣の綱を差し出せ。さもなくば命はない。てめえ、さては何か仕掛けやがったな。あてさて、何のことやら。まあいかに君子といえど、降りかかる火の粉は払わんとな。こんちくしょって。小娘が元気衆に立てついた具を思い知れ。剣に捧げて生きながら、切られた相手の名前すら知らずに果てるなど。俺の名は勝負君。気が済んだなら迷わず往生しな。勝負
か勝負か聞いたぞ、我ら劇中にあだなした恩敵の魔王元気衆の労働が地の果てまで貴様を追い詰めるおいおい、何だってんだ。お前がさらなる難儀を背負い込んだということさ。これが元気衆を敵に回すということだ。てめえこの野郎、さっきはよくも。探家の技を侮るか、ゲロ。槍の感覚の晴れ舞台だ。古の御因子の剣がこの程度の軽さとは笑わせぬ。探家の技を侮るか。私は探検士の御因子、探飛と申します。探家の技、あ、分かった分かった、慈悲でも何でもくれてやるよ。あ、分かった分かった。探家の技